石狩市議会事務局の松本です6月13日から平成23年第2回石狩市議会定例会が始まりました会期は6月28日までの16日間です今議会は5月の市長及び市議会議員選挙後初めての定例会となることから初日に市長の所信表明と 教育庁の教育行政執行方針が行われ平成23年度一般会計補正予算1件のほか条例改正案など2件提案されました一般質問は9名の議員によって6月17日金曜日と6月20日月曜日の2日間で行われます主な質問は ご覧のとおりです補正予算については当初予算の300億6000万円に政策的な肉付け予算として防災対策事業や観光振興事業企業誘致推進事業など総額6億281万4千円が提案され23日 木曜日に開催される予算特別委員会で集中的に審議されます。傍聴席には46インチのモニターが設置されており、傍聴しやすくなっています。ぜひ傍聴においでください。なお、各議員の質問順及び質問項目は石狩市議会のホームページでご覧になれます。 議案採決の様子をご覧になりたい方は、28日、最終日に傍聴においでください。本会議、および各常任委員会、議会改革推進特別委員会、予算特別委員会は傍聴することができます。市役所5会、議会事務局で当日申し込みください。また、本会議の様子は、 すべてインターネットで映像配信していますご自宅でお好きな時間に見ることができますどうぞご覧くださいこのサイトへは石狩市議会のホームページまたエリステレビのサイトからもこのマークを押すとご覧になれますなお映像配信開始は本会議終了後1週間程度です これからの石狩市の動きがわかりますぜひご覧ください